本日の朝ごはんはハム、トマト、キウイ。ハムとトマトって美味しいですよね。いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャイヤです。私たちの結婚式記念日が明日なので、ちょっと今日の夜は美味しいデリバリーでも頼もうかと話をしてるんですが、今日の FP 小話はイベントとか、臨時収入にまつわるお話で、結婚記念日とか誕生日とかバレンタインとかホワイトデーとか、なんかこうイベントがあると何かを買おうと思ったりしますよね。あとなんかボーナスが出たとか、残業代が今月は多かったとか、ちょっとこうお金が思ってたよりたくさん入った時に何に使おうかと思ったりすることもあるかもしれないんですが、イベントとか臨時収入あったとしても必ずしもお金使わなくてもいいかもしれないというお話ですね。何かが欲しくなるっていうタイミングと、収入が入ってきたりイベントが発生するタイミングっていうのが必ずしも一致しない可能性があるからです。で、我が家の場合はよくその誕生日とかお互いの誕生日に、その時ちょうど欲しいものがあれば買いますが、なんか思い当たらなかった時にはスルーしたりとか、次の別のイベントで合算したりみたいなこともよくしますね。ボーナス入ってくる前から欲しいものがボーナスでちょうど買えるんだったらいいんですけど、入ってきたから何か買おうっていうのはもしかしたら無理に思わなくてもいいかもしれません。ちょうど欲しい、もう絶対欲しいみたいなものが、気持ちが高まってそういう品物に会えた時に買えばいいという考え方ありますね。ただですね、去年確かホワイトデーで、ホワイトデーのお返しにちょっと小さい旅行に出かけようかという話が夫婦で勃発したんですけれども、そういう話が出たんですけど、そこでこう少しお金を使うよりも、ちょっと予定してた世界一周旅行で、ちょっとでも予算を投下した方がいいんじゃないかと思って、結局ホワイトデーの小旅行はやめたんですけど、行かずままになってしまいましたね。なんでその時に使わなかったら、本当は祝いたかったはずのものとかお返ししたかったはずのものを忘れる可能性もあるので、そこはちょっと気をつけないといけないかもしれません。というわけで今日の FP 小話は、イベントごととか臨時収入があるからといって、思い当たる欲しいものがなければ無理に買わなくてもいいんじゃないかという FP 小話でした。結婚式記念日ということで、結婚式当日の DVD を見ています。結婚記念日だしねということでお花を買ってみました。かわいい。結婚8周年記念ということで、トタヌキのデリバリーです。中華弁当、私と絶対美味しいフォアグラのハンバーグ弁当と、普段は我慢していますがついにフルーツサンドをお祝いということで頼んじゃいました。いただきます。さあ、憧れのフルーツサンド、みかんかな、オレンジかな、いただいてみようと思います。いただきました。オレンジだったと思います。すごい、もうオレンジがめっちゃみずみずしくて、いい果物の味がしました。すごい美味しい。ごちそうさまでした。本日の朝ごはんはトタヌキ、昨日のトタヌキの取り分けておいた残りです。トタヌキは二度楽しめる。いただきます。新しいスイーツを SNS で教えてもらいました。パイの実みたいなデニッシュ。パイの実大好きなので17倍、楽しみです。いただきます。パイの実みたいなデニッシュ、いただきました。みたいななので
なんだかんだ言ってパンなのかなって思ってたんですけど、思ってたよりパイの実で美味しかったです。ごちそうさまでした。コンビニで買ったもものてりやきにダイレクトフリージングの野菜を追加して、なぜか白だしで煮る炒めるしてみたんですけど、どうでしょうね。そして復活していたコンビニにあった生ジョッキ缶買ってきたのでいただこうと思います。夫は以前飲んだ生ジョッキ缶の空にノンアルコールビールを入れて飲んでみようとしているようです。いただきます。どうかな。あ、でも泡がきめ細やかな感じがするね。いいですね。乾杯。さあ、今日もいい天気なので散歩行こうと思います。カフェできて多分1年とかですけど、あんなにこうツタが上がってくるもんなんですね。なんかおしゃれ。ほぼ人がいないダイバーシティ東京、10時オープン前、誰もいないガンダム。立ってた骨格が立ってますね。ああいう感じで建物になるんですね。いろいろ買い出ししてきました。なんかマルエッツで T カード、 T ポイント、モバイルの方使えなかったんですけども、使えるようになってたみたいで、アプリで T ポイントで貯められました。あとスキャン&ゴーという、なんでしょうね、アプリを入れて、で自分でバーコード読みながらお買い物して、レジ通さずに買い物ができるという支払い方法が始まってました。3月下旬に始まったらしくって、ちょっとね今日は使えなかったんですけど、また試してみたいなと思います。東京2020のなんか帯みたいなのがついてますね。気づかなかったな。最近ついたんじゃないかな。今週はまあまあいいペースで1日5000歩歩けてます。今日はなんだかスーツ姿の人が多い気がしますが、何かまた展示会でもやってるんですかね。デザート、スイーツ、ベーカリー店とかワインとからしくて、なんかすごい興味ありそうなのやってます。この時間帯に歩くのも久しぶりな気がしますね。いろんな時間帯に歩きたいですね。先日、卵を何で食べますかという質問に対して、いろんな食べ方を皆さんに教えていただいてありがとうございました。でちょっとその中でソース系あんまり試したことがないなと思ったので、中濃ソースをさっき買ってきました。本当はウスターソースもね試したかったんですけど、ちょっと売ってなかったので、またウスターソースを探す旅に出ようと思います。ひとまずちょっとキンキンは中濃ソース試してみようと思います。